2月16日の午後、天皇陛下と皇后陛下、そして愛子さまが東京都内で催された華やかな盆栽展へと足をお運びになりました。この盆栽展は特に愛子さまにとって初めての鑑賞となる貴重な機会でございました。午後7時頃には台東区にございます美術館へとお越しになり、多種多様な盆栽の美しさをご堪能されました。展示されていた作品の中には国内外からの応募作品を凌駕し、最も名誉ある国風賞を受賞した樹齢約400年の盆栽もございました。この歴史ある盆栽は見るものを圧倒する美しさで、多くの訪問者の心を捉えました。天皇陛下には中学生の頃から盆栽に対する深い関心があり、若き日にはその情熱が G という愛称で表されるほどでございました。昨年のお誕生日にはその深い愛情を反映したかのように盆栽を背景にした映像の撮影が行われました。また愛子さまは大学卒業を控え、成年皇族としての活動範囲を広げるべく両陛下と積極的にご相談されているとのことです。これからのご活動にも多くの期待が寄せられています。天皇陛下がご自身で愛情を込めて育てられている盆栽の美しさは常に多くの方々を魅了し、深い感銘を与えていることでしょう。しかし今回の盆栽展においては他の愛好家の方々が長年にわたって献身的に育て上げた盆栽も展示されており、その一つ一つからは創意工夫と歳月を経た深みが感じられます。天皇皇后両陛下と愛子さまもこれらの作品に対し時間を忘れるほど熱心にご覧になったことと思われます。天皇陛下がお持ちの趣味と関心の幅広さには改めて敬意を表します。趣味の範囲が山岳登山から各種スポーツ、ビオラ演奏や写真撮影、そして天体観測に至るまで多岐にわたり、動物に対する深い愛情や盆栽への熱心な関心もお持ちであることは大変魅力的です。特に水の研究に関してはライフワークとしての献身的な取り組みや定期的な研究成果の発表を通じて、その深い情熱と持続的な努力がうかがえます。天皇陛下のこれら多方面にわたる知識と理解の深さには心より敬意を表するものです。愛子さまが新たな門出を迎えられるこの時期には皇室としての公務へのご参加も一層増えていく可能性があります。その中で両陛下と愛子さまが共に過ごされる瞬間は見る者すべてに心のぬくもりを提供し、皇室の絆の強さと温かさを再認識させてくれることでしょう。この度の盆栽展へのご家族での訪問はきっと忘れがたい幸せな時間をお過ごしになったことと存じます。その貴重なひとときが今後の皇室のご活動においても新たな思い出として心に刻まれることでしょう。愛子さまにとって初めての盆栽展鑑賞はその前向きで好奇心旺盛なお姿をより一層際立たせております。盆栽の一つ一つに対し深い興味を抱かれ、心を込めて鑑賞されたことでしょう。ご鑑賞中には家族間で交わされる楽しい会話がその場の和やかで温かな雰囲気をさらに盛り上げていたことと思います。このように貴重な時間を共に過ごされたご家族の絆の深さには深く感銘を受けざるを得ません。天皇陛下と愛子さまのお召し物のコーディネートが見事に調和しており、その洗練された配色とデザインは見る人々に深い感銘を与えています。
このようなさりげなく統一された雰囲気は、ご家族の絆の深さを象徴し、多くの方々に理想の家族の姿を自然と想起させてくれます。どのご家族にも困難はあるものですが、公の場におけるその姿は、私たちに温かい安心感を与え、心を癒してくれる貴重な瞬間です。ご家族での盆栽展訪問、心よりお疲れ様でした。盆栽展でのご一家の和やかな歓談の様子は、まるで絵画のように心に浮かびます。お忙しい日々をお過ごしの中でも、ご家族が公務以外の貴重な時間を大切にされ、愛子さまがさまざまな経験を通じて幅広い見聞を深められることに、心からの祈りを込めます。ご家族が共に過ごされる楽しい時は、見る私たちにも温かな気持ちを分け与えてくれます。国風展では出品作品に加え、宮内庁からの特別な提供作品もあり、その中で国風賞を受賞した盆栽は、その卓越した美しさで群を抜いています。近年、盆栽の国際的な魅力が高まり、海外でも専門の学校が設立されるなど、展示会には世界各国からの出品が見られるようになりました。この国際的な背景の中、天皇陛下が皇后陛下や愛子さまと共に盆栽の深い魅力について笑顔で情熱的に語られている様子は、私たちにとっても心温まる光景です。天皇陛下、皇后陛下、そして愛子さまが和やかな笑顔でお過ごしになっている様子を見ることは、私たちにとっても心からの喜びであり、そのお姿から幸福な気持ちをいただくことができます。本日も素晴らしい一日をお過ごしいただき、誠にありがとうございます。愛子さまがお付けになっているリボンは、非常に魅力的で愛らしさを一層引き立てています。最近、愛子さまが天皇陛下や皇后陛下と共に公の場にお姿を見せる機会が増えたことを、大変嬉しく思います。愛子さまが今後、一人での公務を増やされる見通しですが、すでに皇族として立派なご活躍をされており、私たちは何も心配しておりません。盆栽展をご家族で楽しまれている様子が明らかに伝わってきて、その光景は多くの人々に喜びをもたらしています。このような貴重な時間を共有されたことは、主催者や案内を務めた方々にとっても心温まる瞬間であったに違いありません。金城天皇ご一家は、そのお写真を拝見するだけで、私たちの心を温かくする特別な存在です。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。